ジョン・エドワード・グレイジョン・エドワード・グレイはイギリスの動物学者。同じ動物学者のジョージ・ロバート・グレイの兄であり、植物学者のサミュエル・フレデリック・グレイの息子である。グレイは1840年から1874年のクリスマスまでロンドンにある大英博物館の動物学部門のキュレーターを務めていた。彼は新種を含む動物などを乗せた。 博物館の収蔵品カタログを数冊出版している。彼の手により動物学部門の収蔵標本は世界でも有数のものとなった。グレーはウォールソウルで生まれたが、一家はすぐにロンドンに引っ越し、グレーはそこで医学を学んだ。また1821年には父親がイギリスの植物の系統を出版するのを手伝った。イギリスの植物の系統は、 フランスのアントワーヌ・ローランド受臭の分類体系で、イギリスの植物を初めて記述した書籍で、当時の保守的なイギリスの植物学者と対立し、ロンドンディンネ協会から除名されて、その後、彼の関心は、植物学から動物学に向かった。彼は1824年に、大英博物館の動物学部門に加わり、ジョン・ジョージ・チルドレンの収蔵品カタログの爬虫類の、 部分を担当した。1840年、彼はチルドレンから動物学部門のキュレーター職を引き継いだ。1833年、彼はロンドンで昆虫学学会を創設した。大英博物館に勤めた50年間で、グレーは500編近くの学術論文を発表し、その中には新種の記載も数多く含まれる。それらの標本は、 動物学のありと、あらゆる部門の採集者によって、世界各地から博物館にもたらされたものだったが、グレーは鳥類については弟であると同時に、博物館の同僚でもあるジョージに、新種記載を任せていた。J.E. グレーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジョン・エドワード・グレーを示すのに使われる。ありがとうございます。